中学受験、一問一答サプリをご視聴いただき、ありがとうございます。このサプリでは、社会、歴史、鎌倉時代について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。西暦1185年に、平氏が源氏に滅ぼされた場所は、どこですか？正解は、壇ノ浦です。第2問。壇ノ浦がある都道府県はどこですか？正解は山口県です。第3問。源頼朝の弟で壇ノ浦の戦いなどで源氏の軍を率いた人物は誰ですか？正解は源義経です。第4問。源頼朝が国ごとに置いた軍事、警察の仕事を行う役職のことを何と言いますか？正解は守護です。第5問。源頼朝が荘園ごとに置いた土地の管理や年貢の取り立てを行う役職のことを何と言いますか？正解は地頭です。第6問。源頼朝が西暦1192年に朝廷から任命された役職のことを何と言いますか？正解は征夷大将軍です。第7問。将軍の家来になった武士のことを何と言いますか？正解は御家人です。第8問。将軍が御家人に対し領地の支配を認めたり新しい領地を与えたりすることを何と言いますか？正解は御恩です。第9問。源頼朝の死後、幕府の実権を握ったのは何氏ですか？正解は北条氏です。第10問。源氏の将軍が3代で途絶えた後、北条氏が代々務めた将軍を補佐する役職のことを何と言いますか？正解は執権です。第11問。西暦1221年に承久の乱を起こした人物は誰ですか？正解は後鳥羽上皇です。第12問。承久の乱の際に御家人の結束を訴えた源頼朝の妻であった人物は誰ですか？正解は北条政子です。第13問。承久の乱の後、朝廷の監視と西国の武士の統制のために設けられた役所のことを何と言いますか？正解は六波羅探題です。第14問。西暦1232年に定められた最初の武家法として知られ、守護、地頭の任務や権利を決め裁判の基準を定めた法律のことを何と言いますか？正解は御成敗式目です。第15問。御成敗式目を定めた人物は誰ですか？正解は北条泰時です。第16問。寺社の門前や交通の要所で月3回開かれるようになった市のことを何と言いますか？正解は定期市です。第17問。鎌倉時代の仏教でただ一心に念仏を唱えれば人々も国家も救われると説き浄土宗を開いた人物は
誰ですか？正解は、法然です。第18問。法然の弟子である親鸞が教えといたのは、何宗ですか？正解は、浄土真宗です。第19問。琵琶法師らによって語られ、当時最も好まれた軍着物の代表的な作品は、何ですか？正解は、平家物語です。第20問。チンギスハンの孫のフビライハンに仕え、東方見聞録を表した人物は、誰ですか？正解は、マルコ・ポーロです。第21問。元寇のうち、西暦1274年に起きた戦いのことを、何と言いますか？正解は、文永の役です。第22問。元寇のうち、西暦1281年に起きた戦いのことを、何と言いますか？正解は、公安の役です。第23問。元寇が起きた時の、鎌倉幕府の8代目の執権であった人物は、誰ですか？正解は、北条時宗です。第24問。御家人の借金を帳消しにするために、幕府が出した法令のことを、何と言いますか？正解は、永仁の特性令です。第25問。足利尊氏らの協力を得て、鎌倉幕府を滅ぼした天皇は、誰ですか？正解は、後醍醐天皇です。第26問。藤原の定からが編集した和歌集の名前は何ですか？正解は、新古今和歌集です。第27問。運慶、快慶らによって、東大寺南大門に作られた仏像の名前を何と言いますか？正解は、金剛力士像です。第28問。踊り念仏によって諸国に布教を行った人物は誰ですか？正解は、一遍です。第29問。南無妙法蓮華経という題目を唱えれば、人も国も救われると説いた人物は誰ですか？正解は、日蓮です。中学受験、一問一答サプリをご使用いただきまして、ありがとうございました。中学受験、一問一答サプリには、即効性があります。やりすぎると、偏差値がアップしてしまうことがあります。必ず、用法、用量を守ってお使いください。また、チャンネル登録、高評価したくなる場合がありますので、副作用にご注意ください。中学受験、一問一答サプリをご使用いただき、ありがとうございました。またのご視聴、お待ちしております。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひ、ご活用ください。ご視聴、ありがとうございました。